ドミノ復讐の方向は2019年のデンマークフランスイタリアベルギーオーランダのサスペンス映画。監督はブライアン・デ・パルマ、出演はニコライ・コスターワールド、カリス・ファン・ハウテン、ガイ・ピアースなど。ヨーロッパを舞台に国際テロの陰謀に立ち向かうデンマークの刑事たちの活躍を描いている。デンマークの首都コペンハーゲンの刑事クリスチャンは拳銃を 自宅に置き忘れたまま殺人事件に遭遇。クリスチャンは相棒のラースと共に殺人犯タルジを取り押さえたが、隙を突かれた際にラースがタルジに首を切りつけられる重傷を負う。さらには謎の男たちにタルジを連れ去られてしまう。拳銃の不携帯というミスでラースを危険にさらしたクリスチャンだったが、自身への失望と怒りから上司からの謹慎処分を無視。 同僚の女刑事アレックスと共に元特殊部隊員の過去を持つタルジを追う。その頃、CIA の上に拉致されたタルジは家族の命と引き換えにある危険なミッションを命じられていた。本作は批評家から賛否両論であった。映画批評集積サイトのロッテントマトズには70件のレビューがあり、支持率33%、平均点は10点満点で4.6点となっている。 サイトでは、本作は、ブライアン・デ・パルマ監督の栄光の日々のほろ苦い、思い出となったスリラーであり、ブライアン・デ・パルマの失望の連鎖となってしまったと、評されている。メトクリティックには20件のレビューがあり、高評価は3件、賛否混在は8件、低評価は9件で、過重平均値は40、100となっている。ガーディアンの映画評論家、ベンジャミン・リーは五点満点中一点を与え、 デパルマの熱心なマニアでも、この作品の存在を忘れてしまった方がいいだろうと、酷評した。一方で、映画評論家のピーター・ソブ・シンツキは4点満点中3。5点を与え、ブライアン・デパルマの最高傑作とは言えないが、彼が偉大な監督であることを思い出させてくれると、本作に、好意的な評価を与えた。ありがとうございます。